DJ サイレント MC プレイプレイヤー地下のゲイ桜坂ガングスターシップアジアの島国へ大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛優しさがうしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目未だ分からぬ自分の左右の目私ね、この新宿のあの町に興味あるんですわ。ケイさん新宿長いね。長いですね。新宿言ったら眠らない町、うん、そうですね。24時間営業でね、はい、うん、中野生まれやったね。中野生まれですね、はい、新宿まですぐやね。自転車で10分ぐらいですね、はい、歌舞伎町は長いことおりましたか。歌舞伎町いました。歌舞伎町13から20歳までいて、でその20歳の時に、うん、あの六本木とか赤坂のそのヤクザモンたちに歌舞伎町弁っていうのがあるんですよ。あ、そんなんありますの。そうなんですよ。東京のヤクザでも歌舞伎町のやつは歌舞伎町弁を喋るって言ってバカにされるんですね。へえ、それ初耳ですね、はい、それが自分はすごくバカにされた思いがあって、で二十歳の時に歌舞伎町を出て、で六本木に行ったんですね。六本木もおりました。でずっと東麻布、六本木、西麻布のちょっと坂上がったところにいたんですけど、それからだから歌舞伎町を出たのがその理由ですかね。へー。西麻布どれぐらいおりました。西麻布はもうずっとアメリカ捕まるまでいました。へー、はい、西麻布じゃないですけど東麻布ですけど、根っからの、はい、な東京やね。そうですね。で大阪姫路にいた時も当番以外は東京にいました。へー、はい、まあ私は東京2年だけおった。東映東京撮影所の大部屋におったからね。私は大部屋におって2年おって、もう東京いうとこはお金がなかったらこれほどつまらん町はない思った、うん、で役者から薬剤行ったわけですわ、うん、きっかけってあったんですかその時。きっかけはね、はい、その竹中組のその一番最初の親方坂本義一いう人と知り合うて、でその人が10年の刑務所勤めてような人やから、まあ抗争事件でそのゴミ捨てるんでもいちいちゴミ箱開けて捨てるような、まあ当時流行った鶴田浩二や高倉健のような人や思って、でその人と知り合ってなかったら私は役出してない。今そういう方っていますかね。いやもうその人が初めて最後ぐらいやったに違うかな、というのは聞きよった刑務所で優等生やったらしいですわ、うん、刑務所いたらもういちいち肩にはまって、うん、そら大阪刑務所長期10年行って、ほんで5年目で言った神戸刑務所短期やからね、だからその靴の職人教えに刑務所変わった相手、その時にその坂本義一が後の4代目の竹中正久親分と知り合うて、ほんで出てって若い人になったわけですわ、うん、そやから坂本さんが他の若い人やっても誰かの若い人やっても私運やね、それは、うん、たまたま坂本義一が持った親分が竹中正久やったから私は竹中組やったけど、この人がどこにおろうと若い人になったわね、うん、当時はそんなんやったん。英時代ヤクザの、うん、惚れるところがあるんですよね、やっぱり。やっぱ男心に惚れてならない。あと竹中組出て言うたら4代目、まあ言うたらあの坂本義一の若い人やった時は早く4代目の若い人になりたいと、竹中正久の若い人になりたいいう目標あったわね。それで来て、あとはもう言うたら竹中武志刑務所入った間に自動的に若い人になっとったからね、あとは出せ、まあ言うたらあの強い組に行きたいいうのでヤクザしてきたわね、うん、それはヤクザするんやったらね弱い組にとったで何歩器量あったで大きくなれない、器量ないもんでも
強い組行ったらやはりあの大きくなれる。でヤクザで一番難しいのはその組の中で一番強いやつと喧嘩せなが、強いやつと喧嘩してその組の中で例えば竹中組やったら竹中組で物言えるようになっとかなが、外の人間なんぼ強かっても家の中で弱かったらが、だからまあまあ私は行く組行く組、まあ言った頭と反面になったけどね、本人も私は書いてますわ。楽しみですね。だからね、ヤクザで出世しよう思ったら簡単なんですわ。一番その組で強いやっと喧嘩するんや。ほな俺と喧嘩したら周りも認めてくれるんや。一番簡単な方法、例えば頭で殴ってもだあかんよ。それでもそれぐらいの喧嘩していかんなんことにはやっぱりその組で強くなられへん。これはヤクザの鉄則。自分はなんか日本の刑務所とかね、例えば留置所とかで入るとどこどこの組の親分が入ってるからっていうと、なんかそういう人たちにすごい図形を取るんですね。メガネかけてるとメガネ渡しに行ったりとか。自分はそういうのができな、できない人間なんで、結構だからそういう人たちに嫌われるって言ったらおかしいけど嫌われましたね。K さんは日本の刑務所行ったことありますか？あります、あります。ありますの？はい。あ、だ絶対にそれができない人間でしたね。だからね、自分の親分でもないのになんでこんなやつに気付かなくちゃいけねえんだっていう考えなん で、うん、でだけどやっぱなんか日本の刑務所ってなんかそういうなんか暗黙のルールみたいのがあって、うん、どこどこの親分がいると、ね、その人に機嫌を取ってとかみんなやるじゃないですか。自分はそれができなかったんですね、うん、関東の刑務所、自分は網走。あ、網走、はい、網走と関西全然違うもんね、はい、そうですね、うん、へえ、網走昔ですよ、大昔のまだ、うん、きつい時やね、ほな。そうです、そんで長靴履いて木こりに行く時代ですよ。あ、足が凍傷になって、その代わり、うん、木こりに行けば毎日一頭飯食って毎日風呂入れるんですよ。で、仮借 100% もらえるんですよ。網走はもう今はものすごい楽や言うけど、うん、昔はきつかったらしいですよ、うん、あの高倉県の網走万が一そのまま、うん、私らね刑務所を言ったって神戸刑務所、最初3回は神戸刑務所やったから、その言うた竹中組の縄張りですわ、うん、まあ言うたらね地元やから、それから楽できたね、うん、で担当にもよう可愛がってもらったし、うん、私は刑務所行ったら優等生やからね、優等生ものすごい優等生。あの 大阪の大慶とかやっぱ関東の人間行くときついみたいですね、はい、ああ、もう関東の人間がね、うん、やっぱり大慶とか神戸来た人間おるけど小さくなってる、はい、やっぱり地元は楽やけど ね離れて関東のもんが関西来たらそれはもうなんぼ親分でもみんなおとなしい、うん、そうですね。なんかやっぱ雰囲気とかなんか違うんですかね、関東とか。しきたりも違いますし、ルールも違いますし、うん、やっぱ日本で一番刑務所楽なのは沖縄ですよ。沖縄って刑務所あるんですか？ありますよ。沖縄は楽や言ってましたね。はい。私の海外の子が沖縄出て、はい、楽や言ってましたわ。沖縄刑務所が日本で一番楽じゃないですか。うん。そのやったね。してそうなイメージ。はい、監視もなんかすごい人がいいみたいですよ。だいたい刑務官いうのはね、厳しい人と面倒見のいい人と2種類ある。まあね、こなしてそれでも K さんと話できて、刑務所私17年前に出て、で仇になって15年前から仇で、まあ刑務所と縁がないようになったけど、もう良かったですわ。K さんも刑務所とは絵が切れて、そうですね、お互いさやから世の中のためにやっていけたら一番ね、はい、そうですね、いいですわね、はい、なお疲れした、はい、お疲れ様でした。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。今日はありがとうございました、ありがとうございます。
あ、これプレゼントですね。帽子なんか当たんなかった人が、いっぱいですよ。マリーナの子にめっちゃ電話してきてて、もう電話がパンクしてるみたいなんで、で今日この帽子3つとこの書、だから5名を抽選にしてもらってください。またすごいですよ、コメントでも、いいんじゃないですか。ありがとうございます。じゃあこれ、あ、帽子を3名と、ね、この書ですね。書、はい、なれどんね。あの書はなんか毎日気分の悪い時とか嫌なことあった時に書くようにしてるんです、ね、あ、いや、字綺麗、もう中でだいぶ勉強しましたね。俺の今を咲かせて散るだけだ。 Right